Jam the world. The cutting edge.須田大輔がナビゲートしています J-WAVE JAM THE WORLD。 続いてはカッティングエッジのコーナーです。アメリカ海軍の原子力空母や駆逐艦が朝鮮半島近海に展開中であることが分かりました。今月末にかけ記念日が目白押しの北朝鮮ですが、これらの節目に合わせ6回目の核実験に踏み切る可能性も指摘されています。まあ、こんな中でこの、朝鮮半島への展開ということで、トランプ大統領の思惑はどこにあるんでしょうか。またシリアに続いて北朝鮮への軍事攻撃あり得るんでしょうか。そこで今夜はコリアレポートの編集長、ピョンジンイルさんにお電話をつないでお話を伺います。もしもし、ピョンさん、こんばんは。はい、こんばんは。あ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、このトランプ大統領のこの動き気になるんですけれども、まずですね、今月末にかけて北朝鮮重要日程が目白押しなんですね。まあ、どういったことが行われるのか、日程も含めて教えていただけると。そうですね、もう明日が最高人民会議が開かれると。でそれだけじゃなくて、明日の11日は金正恩委員長が党第一書記に就任した、すなわち最高指導者に就任して5年目の日になるんですね。はいはい。それから4日後の15日は、これは建国の父である金委員長の祖父の金日成主席の生誕105周年という、うん、これもまた節目の日ですね。なるほど。さらには10日後の25日、これは朝鮮人民軍創建85周年という、まあ、3つのですね、うん、大きなイベントを北朝鮮控えているということですね。なるほど。これやはり、まあ、金正恩氏が最高指導者に就任して5年、まあ、5年って結構長いですが、長いですね。やはりこれのやっぱり節目というのは大きいんですかね。大きいんですね。まあ、それなりに北朝鮮国内で親やごとやると思うんですけども、我々国際社会から見ますとね、こういう節目の日にこれまで核実験とかミサイル発射をやってきたっていうね、そういうような経緯があるだけにですね、例えば今月2月12日にですね、潜水艦弾道ミサイル SLBM を改良した北極星2型っていうですね、この新型中距離弾道ミサイルを発射しましたけども、これまた父親の金正恩総書記の誕生日4日前にやってるんですね。記憶に新しいところでは、北朝鮮去年2回核実験ありましたけども、最初の1月6日の4度目の核実験はですね、これ金正恩委員長の誕生日の2日前と、さらには最後の5回目のですね核実験、これ去年9月9日建国記念日にやってるんですね。うん。まあ、そう考えますとね、何かやるんじゃないかということで、まあ、それでおそらく原子力空母このカールビンソンもですね、また再び朝鮮半島に展開することになったと、まあ、いう見方もできますね。なるほど。これやはりですね、この米中首脳会談の最中へシリアの空爆を開始したということで、まあ、習近平国家主席に対しても、まあ、さらなる北朝鮮への対応を求めたということで、トランプ大統領このタイミングで艦隊この朝鮮半島近海に向かわせた狙い、どこにあると思われますか。まあ、はっきりと言ってますからね、今回のシリア空爆は、まあ、北朝鮮を牽制すると、まあ乱暴な言い方かもしれませんけども、まあ、シリアを見せ物にしたっていうね、見せしめにしたっていう、うん、北朝鮮に対してですね、国際ルールを無視、国連決議を無視するような、うん、そういう核実験とか、あるいはミサイル発射は許せないと、うん、特にミサイル発射についてはですね、金正恩委員長が今年の新年時でアメリカ大陸を狙った ICBM 大陸間弾道ミサイルのこの試射がですね、最終段階に入ったと言っておりますので、これはアメリカにとって非常にですね、深刻な脅威というふうに映っておりますので、それをやればですね、それはシリアの二の舞になるというようなことで、言ってる警告ははったりじゃないということでね、うん、もう一回ですね、朝鮮半島韓国から演習終わって米軍合同軍事演習参加して一旦離れて、そうしてですね、シンガポール、さらにオーストラリアに行く予定だったこのカールビンソンをですね、もう一度朝鮮半島にね、派遣したということは、実際にやればですね、叩くっていうね、
まあ、そういうような強い警告を発する、まあ、そういうことじゃないかと思いますね。うん、まあ、今回の、ね、この国連決議 もうほとんど無視するような形で、トランプ大統領がシリアへの空爆をしている、はい、まあ、もうこれでしかもそれを押し切っているような状況がある中で、まあ、ほとんどまあ今回のことでちょっと国連の力みたいなものがほとんどもうこういう安全保障周りに関してはないんじゃないかなとも思ったんですけど、その通りですね。アメリカ もう国連決議なくして好き勝手に叩いてますのでね。で、北朝鮮は北朝鮮でまた国連決議を無視して好き勝手にですね、ミサイル核実験を繰り返してますから、私からしますともう国連を意に介さないようなこのアメリカと北朝鮮がですね、まさにその中国の王毅外相の言葉を借りならばブレーキの効かないままね、正面衝突に向かっていってるというようなもう感じがしてならなくてですね、なんて言うんでしょうかね、今のままでいくと本当にそのぶつかるんじゃないかっていうね、どうにもその止めようがないって言いましょうかね、どっちも引かないような今状況になっておりますのでね、これでも、どうぞ、はい、ブレーキの効かない、まあ、両者がですねぶつかりそうになっているということ、ただこれトランプ大統領自身は実際の選挙戦、大統領選の選挙戦を戦っているときには、まあ、あまり北朝鮮に対しては正直言及してなくて、就任直後も、まあ、そういうそこまで北朝鮮に問題について何か強い関心を持っているようには見えなかったんですが、これを、まあ、ティラーソンさんとか、まあ、やはり、まあ、彼がトランプさんが登用していた、やはりまあそういう軍事関係の人たちによる影響というのが大きいということなんですかね、この辺りは。大きいと思いますね。ペンタゴンを中心にですね、シリア、そして北朝鮮に対してね、強硬な発言を繰り返していると。ですから、そのシリアを空爆した理由というのも、まあ、そのアサド政権が、化学兵器のこの拡散、そしてその使用、それをやっていると。ですからそれをその阻止すると、で阻止する理由はそれはアメリカの安全保障に関わると言って叩いたんですね。ということは同じ理屈に立てばですね、北朝鮮のこの核ミサイル開発、これもですねアメリカの安全保障にとって極めて深刻な問題ということで叩くっていう、同じその論法に立ってるんですね。ですからそのシリアだけ叩いて北朝鮮を叩かないっていうですね根拠、これは見当たらないということなんですね。なるほどなるほど、はい。となると、まあ、トランプ大統領が、まあ、あえてこれ北朝鮮に対して危機感を持っているというは危機感ということもあるけれども、やはりそういう意味での国際社会での、その、まあ、アメリカが国外で活動するところの整合性を取るためにというそういう側面が大きいというふうにピョンさんは見ているということですかね。うん、それもありますね。特にやっぱりね、去年の2回の核実験とそれから20数発のですね、その弾道ミサイル、でその弾道ミサイルもですね、もう何度も申しますけども、もう最後 ICBM だけが残ったんですね、うん、でこれをやられればですね、これはもうアメリカにとってはおそらくですね、もう最悪のシナリオだと思うんですね、うん、北朝鮮と敵対関係にあって、世界195、6カ国以上ありますけども、唯一ですねアメリカを脅している国っていうのはこれ北朝鮮だけなんですね。なるほど、うん、ですからその北朝鮮がですね、アメリカ攻撃可能な核ミサイルを ICBM を持つっていうことはですね、うん、これはもう悪夢以外の何もでもないっていうことはですね、うん、よくこういうふうに皆さん方言うんですね、トランプは何をしてかすか分かんない、うん、あるいは予測不能な大統領だから北朝鮮を叩くんじゃないかって、そうじゃないんですね、うんうん、アメリカっていう国は昔からですね、これは共和党であろうが民主党であろうが、あるいはハト派であろうが高派であろうがですね、安全保障に関わる問題、そしてアメリカ国民の生命安全財産に関わる問題に関しては軍事力行使っていうのがこれまでの原則なんですよ。そうですね、うん、ですから1994年の時も当時クリントン大統領がですね、民主党の北朝鮮に核を持たせないと、核を完成した後に叩くのは難しいから持ってない段階で叩こうとして当時ですね、命令を下したんですね、まあ、ことなきを言いましたけど、うん、同じ理屈に立つとですね、北朝鮮がアメリカを攻撃可能な ICBM を停止する前にやってしまおうというのが今のトランプの考え方だと思うんですよ。それだけに非常にですね、今の北朝鮮との関係、アメリカと北の環境はですね、これ非常に何て言いましょうか、私からするともう危険なですね、ゲームって言いましょうか、
あの地球ですね入ってるっていう、そういう感じがし、してならないんですね。なるほど。まあ、これはあのトランプ大統領のですね、このシリア空爆、この北朝鮮への牽制する狙いがあったということなんですが、これを受けて実際に対する金正恩党委員長はどのように今後動いてますかね。はっきりとティラソン、国務長官はこれ警告だと。でもすでに国際社会の中で多分北朝鮮がビビったんだろうと。だからこれでですね、少しあの核実験だとか ICBM もブレーキかかるんじゃないか。これは、ね、大きな間違いですね、うん。これは逆に言いますとね、私からするとアメリカは北朝鮮に誤ってメッセージを渡しましたね、うん。ということはですね、北朝鮮の外務省が言ってるように、アメリカは核を持ってない国を叩いてると、うん。これまで。リビアも、さらにイラクもですね、その結果、カダフィもサダムセも倒れたと。はい、ということは、やっぱり核を持たなくちゃいけない、うん。ミサイルを持たなくちゃならない。早く完成させなくちゃいけない。なるほど。ということは、6回目の核実験、うん、ICBM は早くですね、これ実験して手にしなければならない。逆に言うとですね、拍車をかけるというか、加速化するですね、そういうような方向に北朝鮮を追いやるんじゃないかと。なるほど。いうようなことでですね、うん、核実験も、おそらくその後 ICBM もですね、多分北朝鮮はボタンを押す可能性が一段と高まったと見てますね。うん、まあ、まさにあの追い詰めたことによって急速猫を噛むというような状況が起きる可能性があるということなんですかね。そうだと思います。それですから北朝鮮もですね、こうカール・ビンソンが派遣され、今米韓合同軍事演習真っ只中にですね、核実験のボタンを押すというよほどの覚悟がなければですね、押せないと思うんですね、うん。しかしこれを押すとですね、今度はトランプ政権がどうするかということで、これまたよほどの決断がなければですね、北朝鮮は戦えないということになるんですね。ということはですね、今まさに金正恩委員長のいわばその本気度が試されますし、核実験のボタンを押すと今度トランプ大統領の本気度が試されるという、これがですね、いわばそのチキンレースのもう典型的なですね、見たくもないですね、そういう今光景だということなんですね。これそういう偶発的な、ね、チキンレースで何かどちらかが動いてしまうというそういう時期があるとするならば、これいつぐらいですか。もうかなり近々なのか、それとも夏とかなのか、それとも秋以降なのか、どう見てらっしゃいますか。いや、意外と展開早いと思いますね、うん。アメリカからしますとまさに今の状況の中で北朝鮮が挑発すればですね、そのまま突入できるようなですね、今そういう実質的にはもう臨戦態勢に入っていると言っても過言でないと思うんですね、うん。もう特殊部隊も入ってますし、あるいはです、戦略兵器も投入しておりますしね、韓国軍を含めて数十万人がですね、今の実戦に近いようなですね、訓練をやってると。で、過去アメリカはですね、軍事演習期間中にそのまま突撃してですね、そして独裁政権を倒した、例えばグレナダだとかですね、あるいはパナマ、こういうようなケースがありますから、この軍事演習期間中にカール・ビンソンが朝鮮半島展開する中に、もし北朝鮮5度目の核実験やるとか、あるいはその2月5日に失敗したミサイル発射に手をかけるということになれば、トランプ大統領の決断次第によってはですね、叩いてしまうというですね、この可能性もですね、低くはないということなんですね。当然北朝鮮、金正恩政権もですね、核実験のボタンを押すということはそれなりに構えてやるわけですから、うん、そういうふうに考えますとですね、お互いの、いわばその判断ミスって言いましょうか、トランプは北朝鮮反撃できないだろうとして叩いてしまう、あるいは北朝鮮金正恩政権はですね、ボタンを押してもトランプは叩かないだろうと思って押してしまうってですね、こういうような総合のミスって言いましょうか、判断ミスがですね、衝突あるいは火が吹くですね、一つの原因となる可能性というものを想定されるってことですね。なるほど。まあ一つのポイントというのがこの6回目の核実験があるかどうかというところが、まあ締めになりそうだということはよくわかりました、はい。どうもピョーさんありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、以上カッティングエッジでした。